あのビッグダディさんっていう、えー、と21人子供がいてあの 5, 5回奥さんを作って7回離婚してとのかなっていう方がいたんですけどあの子供を作る、まあ、例えばその子供一人が精一杯だよねとか子供を作ると大学行かせなきゃいけないから大変だよねって言ってるようなやつは子供なんか作んなくていいんだよって言っててで僕その意見聞いたこと今までなかったんですよ。 あの少子化どうしたらいいみたいな話でなんかみんな思い思いのこと言うじゃないですか。なんか不妊治療やった方がいいとか、なんか子供産んだら1000万円産んだ方が、あの上げた方がいいとかっていうので。で、そのビッグダディが言ってたのって、結局その子供産むと確実に生活レベルは下がるんですよ。子供に金もかかるし、時間もかけなきゃいけないし。 なので、その、金、そのねお金が足りなくなって生活レベルが下がるの嫌だよねとか、自分の自由が減ってしまって、その、あの、子育てに使うのが嫌だよねとかって、言うようなやつは、もういいよ、子供育てなくて。そんなやつ別にもういらねえよ、そんな世代いらねえよって言ってるんですよ、ビッグラディは。僕ね、これ結構正しいなと思ってて。 あの、結局その、経済的に豊かじゃないと子供が産めないというのは、あの、幻想としてあるんですけど、あの、その、要は経済的に豊かじゃないといけないんだって言ってる日本人と、じゃあ世界中でどういうレベルの人たちが子供を作ってるのかっていうと、あの、要はその、日本人で普通に稼いでる人以下のお金で働いて、で、子供育ててる人の方が、世界人口70億の方では全然多いんですよ。 だからその子供を育てる上でその生活レベルが下がるとかっていちいち気にしてる方が実は世界の中でいくと頭がおかしいんですよ。もうそのなんか子供できたよね。ああよかったよね。なんかじゃあ食い縁増えるよね。大変だよね。まあ、そんなもんでしょだから人類ってそうやって育ってきたんだからっていう話で。でも日本の場合って割とその生活レベルが下がることっていうのがあのまあ良くないことで,で生活レベルが下がるのが嫌だから子供を産まないというのも当然で。 っていうのが、なんか、としやかな価値観になっちゃってるんで、で、そいつらの価値観を変えようとするのはもう無理だから、そいつらはほっとけよっていう、もうそういう世代はそういう伝えで、もういいじゃんいらねえよって言ってるのが、割とあの、新しい意見として確かに正しいなと思って、ちょっと面白いなと思いました。はい